はいどうもこんにちは、こんばんは、おゲームです。ということでビルダーズ続きやっていきたいなと思います。ストーリーモードです。ちょっとね、後ろからね、ちょっと鈍い鈍い音が聞こえるんだけど、これどうすんだろうね。あのね、枝豆あった、あの前の動画編集してた時に、まあ、キメラいたとこあったでしょ、あそこら辺の草に枝豆がね普通にあったと思う。うん、ちょっとまず始めようか。多分それ渡したら死ぬなあいつ薬草、あいつは枝豆なんだね。さあ葵様、さあヘルコンドルだとされています。ヘルコンドルが最終のあれなのかな、ボスってことなのかな。おー、なるほど、浄化するね、そのそろそろ。あ、なるほどね。病が広がったのはこの地の雨が原因、そいつが原因ってことか、元凶だということです。感情をなんとかしよう。そう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 、魔物への怒りでつい興奮してしまって何のために連れてきたんだエルちゃん。さあ治療するから、まずあれかな、薬草と枝豆を持ってきたらいいっていうこと。さあ薬草を作ってこいだって。さあ、わかりましたよと。薬草何個持ってたっけ。薬草2個、薬草作らにはならんね。薬草を何個作れる。1個だ、2個だ。あれ薬草ってどこあったっけな。ちょ待って、薬草ね、そこのね、結構ね、その裏山みたいなとこがあって、裏山的なやつ、このね、毒の沼どうしたもんかね、これね。ちょっとね、毒にならないやつとかあんのかな。だから あれだよね、土でさ、ちょっとショートカット作るかね、もうあっち行くときとかは。じゃないとちょっと辛いよね。HP がまだ少ないからさ、もうちょっと戻っちゃったじゃん。戻ったからちょっと辛いんだよね、正直ね。ちょっと待って、薬草もう一個作らんやな。さあよし、取ってきた。ちょっとね、待ってね、薬草これで2個か。 OK。 そう、あ、やっぱね、紫色のね、あの弓に使うやつおったよ。うん、毒に食らった。で、薬草こいつにあげればいいのか。ポイッと、あ、なんかモンスター現れたって、やばい。さあ医療できたんだけど、ありがとう、少し楽になったぜの前に、ノーリンごめん、明日また声かけてくれって。またどっか来たぞ、来た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 、なんかいるぞいるぞ。ちょ、色が違うぞこいつ。よし、あっちにいるやつと色が違うぞ。あ、よかった。なんかいる、あれだけ、あれだけかな、もういない、一匹だけか。明日一回寝ろってことか。あのバシバシ言ったの早く直してやんねえと枝豆何個いるんだろう、3個くらいいるのかな。後ででいいか。でもまだなんかあいつ違うような気がするんだね。もうちょっと先なのかなとちょっと思ってんだけど。よし、待って、ちょっといらないやつを入れよう。設計図は木の、あこんなんあったっけ。しまう、これもいらない、これもいらない。キメラの羽を欲しい、キメラの橋は欲しい。しっかりしたツタ。オッケー。さあ治ったか。おお、治ったぞ治ったぞ。おお、よし治りました。これで落ち着くはずです。一番眠る回復することでしょう。それはそうと、葵様てんてんてん、また、始まったばかりです。実はこの先少し不安があるんだって。今回軽かっただけだから大丈夫だったということだって。さあ後にしましょう、回復を後にしましょうって言ってるから。そう、出ます、何か与えてもすぐに効果は出ません。おそらく効果出るのは翌朝。じゃあ何かを直すたんびに寝ろってことね。はい、ありがとうございました。あ、あいつも起きてるね。こいつなんだろう、仲間にでも、あ、どこ行ったぞ、どこ行くんだ。うおー、治ったぜさあ治りましたね、すっかり良くなったぜ、助けてくれてありがとうな。こいつなんだろう、仲間になるのかな。病気でも治すことができるもんだったんだな。そうか、ここの世界には治すものがないのか、一部になったら必ず死ぬもんだと思っていた。もういつ死んでもくじゃないと諦めてたんだ、てんてんてん。病気治そうというのは道さんとどことなく田舎臭いビルだそんなに、そんな、結構イケメンだぜ俺、これ結構イケメンだと思うんだけど。せめてもの霊だ、取っときなって。なんかさあ、命の木の実ゲット、やった。さあこれでちょっと増える、ちょっと先にも使おうぜ、ちょっと40にしたい。さあ終わりでしょうか。ちょっと待ってね、ほいっと。葵様、せっかく葵様に燃えてき、私の夢だった、そう、病室まで作る。すみません、また、これ枝豆坊やをどうにかせんにはならんのちゃうか、これ。枝豆坊やを、おい、私は、ね、薬の作り方は何一つ知らないのです。薬の作り方が知らないのか。ってことは、薬剤師をあれか。
探さにはならんのか。やっぱそうだね。あ、そういうことか。薬の知識があります。彼と名前なんつった？ごめん、ボタン押しちった。自分で呼びに行った方がいいんじゃないか。そうそう、さから気難しくて、あ、なんか気難しいんだって。話がこじれかねません。コンパ先生、どこだどこだ。あの、あれか、上の方にいたあのジジイじゃないか。ちょっと待って、こいつだこいつだ、間違いない。あそこのジジイだ。で、枝豆取ってこよう。枝豆、さっき薬草何個だったっけ。ちょっとここさ、もうまっすぐ行けるんでしょうか。まあそんな、ここはまだマシか。ここら辺はまだマシか。ほいっと、どこからして、あ、また装備ってどうなってる。ないな。ちょっと作った方が良さそうだな。ショートカット作るか。ショートカットね、ショートカット作った方が良さげじゃね、これまっすぐ。まあ、どこまで行くか分かんないけど、ちょっと武器をちょっと少し、コンボを、コンボを作って、石がないんだよね、まだね。コンボをもう一個ぐらい作って、大きい土も一個作っとくか。うん、で、ちょっとここまっすぐ、ここまっすぐでいっか。ここまっすぐちょっとほいっと、空中に置くことはできません。ほいっと、よし、ちょっとさ、作ってみない。ちょっとこうやってあっちまで行けるところを作るか。ほいっと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 、足りないかな。ほいっと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 、もうこれだけで楽しいんだがもうこれだけで楽しいんだもん、このゲーム。フリービルドモードでこんなことばっかやってるわ大岡田土とかで回転切りで土やってるとか、そんな30分ぐらいこの間やってたわ聖地がね、あれ、マイクラより楽しい。なんか一気にこのできるから。お、くんのかい。ちょ、待って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 、マジかよ。危ない危ない危ない、危ねえ、バカかお前。危ない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 、あ、足りない、足りない可能性が出てきましたよ。3、2、あ、ギリギリだ。お、ちょうどだ。あぶら、また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 、よし、あぶね、あぶね、ちょっと、またまたまた、よし、よし、あ、くそ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 、あぶね、あぶね、あぶね、くんな、バカ、お前ら、ちょっと待って、あぶね、あぶね、ちょ、また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 、また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 、よし、よし、ちょ、ギリギリだったね、ギリギリだ、ちょっとまたまた、あぶね、あぶね、あぶね、そうだ、あれだ、回復するやつが何一つ持ってない。モンスターの卵って何使うんだっけ。あれ、モンスターの卵って何だったっけな。まあ、いっか、よし、行こう。ほいっと。お、近くなるといいね。ここ上どうしようか。なんか絶対あるもんね。待って、まあいいや、ちょっと待って。あぶね、あぶね。キメラの翼って何個ぐらいあったっけ。ちょっとほいっと、コンボが壊れてしまった。あぶな、ちょっと待って、装備、コンボでよろしいです。オッケー、よし、あぶね、来るぞ来るぞ来るぞ。ほいっと、よし、トロッコが惜しい。何所で出てくんだろうね、危な、この、その、こいつこいつこいつ、こいつらめんどくさいわ。でね、ここら辺に確か、これかな、危な、あ、あったあった、ほら、なんだよ、あ、めんどくせ、あ、やばいやばい、ちょ、また、また、薬草がない、薬草、あ、死んだ、あ、死んじった、今、枝豆あったね、これが枝豆だ、枝豆、あ、死んじゃった。よし、戻ってきたけど、こいつどうすっか。あぶね、こい、俺も弓が欲しいよ、俺も弓が欲しい。あぶね、あぶね、よし、あぶね、あぶね、よし、俺も弓が欲しい。あぶね、毒を犯された。あぶね、こいつがめんどくさい、こいつが一番めんどくさい。よし、オッケー、よし、もう一回もう一回。あぶね、なんかやばい、毒消しとか持ってたっけ。あれ、毒消しとか持ってたっけ。強えじゃねえかよ。ちょっと待ってくれ、ここ敵多いし強えし。枝豆が欲しい、枝豆を欲しい。ちょっと待って、危ない、よし、ちょっと、枝豆が欲しいんだこの野郎。よし、ちょっと枝豆何個だろう、何個いるんだろう。よし、よし、きつい、つらい、危ない、このスライムが、危ない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 、やばいやばいぞ。ちょっと逃げろ逃げろ逃げろ。ちょっと待って、どっかあったぞ、あったぞ、寝るとこあったろ、寝るとこ。よし、薬草ダメだ、もう装備がしょぼすぎて死に、すぐ死ぬちょ、さっきのやつこれか。よし、どれだ、枝豆何個だろう。4、うん、9個ぐらいあったらいけっかな。
何個作るんだか分かんないけど、6くらい足りっか、足りっかな。鼻があって、でさっきのおっさん、いた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 、おった、やっぱこいつか、やっぱこいつだ。ちょっと回復今回きついね。あれ弓のやつがちょっと強すぎんだよな。あ、しかも精度がいいからガンガン当たってくるっていうね、これね。あ、これなんか作れる。さあおっさんだろ、これか、誰じゃお主は。そう、このおっさんだ。正解。いかにも先生的なね、いかにも私か。あ、元老はだって、この人も仲間になって、この人連れてこなきゃあかんのか。何してんだろ、ここお墓かな。お主があの伝説の、そうボディービルダーでございますよ。エルに言われてわしを連れに来たんだと。そう、そういうことですよ。僕の嫁さんに言われて、今の私、わしには何もやる気がないなって。あと一人で、ん、弔い、ん、木の墓、木の墓を作れって言ってんの。木の墓だって。え、木の墓をつらめいた、木の墓を作れってこと。おい、木の墓を作るのか、作れっかな。キメラの翼、キメラの翼で帰れるね。で、傷薬、何個作れる。松明、これなんか宝箱か、これ開く、何が入ってんだろう。あ、キメラの翼がある、これで変えなさいよってこと。で、木の墓を、あ、これ壊しちゃダメだな。木の墓を作って持ってこいってこと、これ。ほいっと。で、いいのかな、合ってんのかな。ちょっと、ちょっと、ちょっと、木もね。これ、綿毛もね、これ。ちょちょちょ。一回、じゃあ、ちょっと、戻、ちょっと待って、戻るんだけどさ、ちょっと待ってね。こっち何あんだろう。ちょっと見てみたいね。どこまで繋がってんのかな。あっちは何もないかな。何もない?何もないか。じゃあ一回キメラの翼で戻って、あそこ洞窟がある、洞窟行こう。ちょっと待って、ちょっと待って、戻る前にちょっと一回洞窟見てこい。危な、洞窟あった、洞窟。さ、なんかないかな。石とかそろそろ欲しいよね、普通に。どっちだどっちだ、曲がるのか、見えねえ。何かないかな、何かないかな、いいもんが欲しい。松明持ってくれよかったね。なんもねえじゃねえかよ。また肩すかしか、おい、また肩すかしかい。なんもねえじゃねえかよ。あ、こっちにもある、こっち、こっちも行こうか。同じようになりそうな気配が。同じようになる。これは石になんのかな。ならない、なんないって。じゃあね、ちか、暗くて見えねえ、暗くて見えねえよ。どっちだよ、こっちか。さあ今回は何かあるでしょう、今回はあるでしょう、さすがに。何もねえのかよ、本当にねえぞ、何も。本当にねえじゃねえか、ただ暗いだけじゃねえかこれ。何なのこれ、一体何なのこれ、どういうこと、何なのこれ。まあいいや、戻るか。さあ戻りましょう。んで、で木の墓作って、もう一回戻ってきましょう。木の墓作ってね。さあ戻ってまいりましたよ。ということで、ここに使うのか。ここに置けってことかな。ここで置けばいいのか。この上に木の墓を設置しろってこと。オッケー、来た。うむ。終わったよ。さあ、ビルダーなのだな、まことのビルダーなのだな、そう、お主エルにそそのかされたのじゃなって。さあ、そもそも死とはあらがうべきものではないで、大丈夫、治るから、俺が治してあげるから、人間だけじゃ、てんてんてん。さあ、だからこそ人間らしい、そう思うすか。そうです、その通りです。さあ、牛のことを言わずに町に来たらいいんや、おっさん。とっとと来たらええん。集落行ってみたいじゃないか。さあ行きましょう、見極めてやろうぞ。さあということで、さあどうしよっか、もうこのまま行きましょうか。ルーラ、またまたまた、あれどこ行った、あ、なんかいるぞ、なんだなんだ、びっくりした、おっさんになんか後ろから殴られたのかと思った今。おっさんに殴られたのかと思った今、ほんとマジで。あれこれあ、おっさん来ない、もしかして。来た来た来た、おお、来た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 、おっさんも来た、来ましたよ。そうそうそう、ちょっと寝よっか先。
この上のものを作っておったたてんてんて青いとやら本当に、うん、お主は本当にまたあれなのかな、死ぬこと以上に辛く苦しいものだということは、いやそんなことない、そんなことない。これあれかな、また最後ゴーレム的なやつが襲ってくるのかな、町を強くすると。いやまだ壺部屋も作らにゃならんな。ちょ、お壺だって、調合の壺教えてあげようって言われた。お、やりましたね。ちょっと寝ようぜ、暗くてちょっとよくわかんない。薬品を混ぜ合わせる、ための壺だって、これで薬が作れるそうで、ちょっと寝ようぜ。ちょっとまだそう、またあのほら毒に侵されてるやつ、あいつちょっとなんとかしようぜ枝豆作ったから、あれはなんだろう、仲間にな、あいつはどうだったんだろう、いい、よかったのか、やっぱ連れてきちゃまずかったのかな、サブクエストかなんかなのかな。来たぞ枝豆、来たぞ枝豆、使う使う、よし使おう。おお、ゲージが増えた。一晩寝かせておくれだって、一晩寝かせろだって。寝よう、寝てもう一回やると終わってんのかな、どうかな。よし行こう、もう一回行こう。よし、まだだ。毒消し草持ってないわ、持てないわ、毒消しそうは無理だ、ごめん、あとねまああそこで苦しんでるよりもさ、病室のベッドの上でね、やっぱ苦しんでる方がまあいいでしょう。連れてきてくださったのですね、疑問を持っていますというね、死から逃れることに何か意味があるのかという哲学を持ってるのだ、あのジジイがな、うん、あまり気になさないでくださいね。さあこいつはまたちょこっと喧嘩するのかな、前みたいな感じで、ドロンパじゃない、あのジジイいたじゃん前のとこも。物を作る力なんか実際に薬を作り出すことはできません。あ、調合の壺かなんかをあれだね。さあ白い花びら先に作ってこいって調べてね。毒消し草って何で使うんだろう、どこのなんだろうな。持ち物がいっぱいになりました、どっちと喋ろう。聞いたのですが、こう山に倒れた方がもう一人いるそうです。この人じゃないのかな、このこいつか。ちょっと早めに持ってきてしまっただけで、こいつのことかな。お、了解。多分こいつ違うのかな、わかんないけど、もういるんだよ。探し出してきてくださいね、だって。さあ、いやこいつでしょ多分、違うのかな、違うのかな。まあいいや、ちょっと持ってきてしまったからいいよね。よし、L に任せて患者の治療よろしく頼むぞ、だって。 OK です。まだ壺か、あ、なんか作れだって、設計図通りに作ってくれて。さあ設計図をゲットしました。多分こいつだと思うんだよね、多分こいつだと思うんだ、間違いなく。まあ他にまだいんのかな。でいらないやつを枝入れません、枝豆もこんなにいりません。モンスターのこれもよくわからんし。よし、机もなんだかんだでいらないよね。さあで今回はこちら、はい。さあ新しくね、薬を作る部屋的なものを作れと。でこっちの設計図はもういらないね、エルちゃんのはいらないもんね。あ、失敗した、危ない危ない危ない。収納する、そうそう、エルちゃんのやつはもういらんと。さあどこに作ろっか、次はね、どこに作るかな、ここに並べて作る。じゃあさあ、こんな感じだって。これ横並べるか、もうね、無理か。まずこれをどうにかして、これを壊して、土を、まあでもいけるでしょうこのままで。よし、もうね、どうせね、もうこの世界使えなくなっちゃうからね、どうせね。はっきり言っちゃうとね、これでいいのかな、この横に設置しようか。足りませんだって。何かが足らんって、何が足らんの、ここか、これか。ほいっと。これいけんじゃないの、こっちまでは無理か、ここ。あ、結構でかいな、思ったよりでかいな、これ。扉がこっちってダサくね、これだったらいいか。あ、置いた置けた置けた置けた、これで OK で、あ、しまった、こっちまで作らにはならんか、これ。ほいで、これこうか。でちょっと足りないから、ちょっと、よし、ほいほい。あ、またこれいいのか、あ、いや、多分いるのか。
これ設計図通りに、あ、でもやんなくてもいいのか。あ、やばい、壊れちゃった。やばい、壊れてしまった、壊れてしまったぞ。まあ別に設計図通りって言ってもあれ通り作らなくて大丈夫でしょ。まあ作る、ちょっとね、こっからちょっと作りましょう。じゃあ、はい、ということで、素材作りました。やっぱあれなんだね、これちゃんと作んなきゃダメなんだね。青くピカーンって光るじゃん。だからあれの通り作んなきゃいけないんだね。で、机、まずは机をここで、ここに、焚き火で、ここに扉つきました。お、焚き火が完成で、なんだっけ、こっちに、はい、チェスト、チェストで、これここかに、ここに、また失敗した、ここじゃねえ、ここ、よし。んで、なんだあれ、壺、土ってなんだ、普通に土でいいのかこれ。あ、土でいいのかこれ。で、最後に壺、あれ、オッケー、はい、完成。薬剤師さんのお部屋完成でございます。イエーイ。で、これなんか作れるのかな。さあ、あ、薬局薬局を作った、だって。薬局完成でございます。さあ、なんだろうね。さあ、どんどんでかくなってくるのかな。さあ、来ましたよ、わらわら来ましたよ、皆さん。おお、なんということじゃろう。おお、来た来た来た、やる気になったね。なんてことで、推しのためにそう作りましたよ、調合室。さあ、お主、見たことない病がまだまだ存在する。まだ見たこともないやって。さあ、そこにね、後ろに毒消し草をちょっと、なんですか、ん、ウイルス、ウルスという名の弟子がおったんだって。へえ、はびこる、なんか研究してたんだって、病を。さあ、そのウルスはどこにいるんだ。研究生、うん、抗うことをやめたんだって、病にね。はい、さあ、そのウルスはどこにいるんだ。もう力を持つビタ、お主となとなら何かできるかもしれません。そのウイ弟子はどこに行ったんだ。そう、共に、おお、さあ、まずこれで毒消し草が作れるっていうことかい。さあ、オッケーです。さあ、行きましょう。後ろのやつが、それは誠のか、何ということじゃ。どういうことだ、どういうこと、何も言ってないじゃと。お、な、あれ、どっかで聞いたな、このセリフ前の嫁さんがこんなことを言ってたような気がするんだけど、わしとしてまだつい興奮してしまった、だって。何、ここで何かを作って、この蔓延する研究を始めるって。おっさんが、おっさん、じいちゃんがね、研究を再開するの。さあ、おお、病原体が、巨大なドロルがどうしても倒せずにいるって。巨大なドロルってなんだ。おいよ、え、ボスだ、ちょっとボスを倒してこい、だって。手に入れてくれるんだろうか。さあ、その巨大なドロルを倒してこいってことだから。じゃあ、まだ武器がさ、わ、なんか、あれ、これこいつやっぱ違ったのかな。あれ、あいつ違うのかな。どっちだどっちだ、ちょっと待った、一回ちょっと、じゃあちょっと一回セーブしよう、セーブ。はい、ということでね、ちょっとね、気になってたんでね、ちょっと来てみたんだけど、あれ、ここで間違いなかった、やっぱあいつだった。うんちょっとね、早く持ってきすぎちゃったんだね、だから早くね、持ってきすぎちゃったんだよ。さあ、こっちからの場所がボス戦になるのかな。結構強かったりすんのかな、ちょっとわかんない、回復がちょっと少ないからどうなるかわからないんだけど、ここしかないんだもん、だって結構強いのかな。どこだろうね、わ、なんかある、ちょっと待った、本格的にボスステージっぽいのがあるよ。わー、いたー、でかっ、なんだなんだ、うわー、なんか、お、マジかよ、ちょっと待って、ちょっと待った、ちょっと待った、この位置まで飛ばしてくんだけど、マジかよ、どうしよう、あそこまであれするか、足場を作るにはダメか、どうしようどうしよう、飛ばしてくるもんだって飛ばしてくんだけど、まあ、仕方ねえ、ちょっと、ちょっと回復な、回復ないからな、また現れたら出るだろ、出るもんね、出るもん、ちょ待った、ちょ待った、ちょ待った、
危ない、マジか、やばい、結構強いんだけど。あ、マジか、無理だ無理だ無理だ、ちょっと待って、嘘でしょ、これもう行った方がよくね、もう行くぜ、行こうぜ、もう行くしかない、危ない危ない、よし、危ない、逃げろ、ふぅ、もう行くった方がよくね、危ない、あ、オッケー、よし、オッケー、普通に、危ない、オッケー、あ、7、いける、オッケー、危ない、よし、普通に、約束、危ない、ちょっと待って、危ない、よし、こいつらなんでこう、ぐるっとしか回れないんだろう、なんか、こう、遊園地の遊具みたいだよね、こいつらね、回ることしかできない、大丈夫、ドラゴン、おお、マジかよ、動いてきたぞ、それないっしょ、あんたたちは動かないっていう設定なんじゃないのかい、危ない、よし、やばい、もう回復するものがない、やばいぞ、当たんね、よし、もうちょっと、はい、帰ろう、あ、危ない、ちょっと待って、くー、危ないよ、よし、もうちょっと、もう2回、よし、組んだ、もう一回、よし、終わる、よっしゃ、危ない、毒か、死ぬぞ、待って、急げ、取った、また、オッケー、急げ、急げ、危ない、寝ろ、早く、あ、なんかあそこになんか後ろになんかあったぞ、白っぽいのがあったぞ、やばい、寝ろ、間に合うか、何秒だ、7、いや、また逆だ、よし、さ、寝ろ、よし、カツカツ、カツ、よかった、弱かったから、危な、ちょっと毒消し草かなんかを作ってくれんのかな、さ、戻ってきたよ、戻ってきたぞ、はい、そう、さあ、病原体持ってきましたよ、渡します、これで作ってくれ、毒消し草、あいつを直すのかな。よし、あーなってこうなってそうなっててんひらめくのかな、教えてくれるってことかな、あ、作るのを俺が作らなきゃダメなのか、毒消し草、おー来た、毒消し草来ましたよ、さあ、どう、毒消し草を作り、そう、さあ、作るのは俺なんだ、発明はしてくれるけど作るのが俺なのね、はい、ということで、さあ、毒消し草をひらめいた、さあ、これで OK だ、あいつ縫い直せるね、お、何、なんか指輪も思いついた、だって、あ、わかった、これつけてると毒にならないってやつじゃないのね、さあ、ということで今回はですね、この辺で終わりたいと思います、初めてのボス戦ということで、やることができました、最後までご視聴ありがとうございました、次の動画も見てください、それでは皆さん、さようなら。ご視聴ありがとうございました。葵のゲーム実況チャンネルにまだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録よろしくお願いします。スマートフォン、タブレットなどでご覧の方は画面の下からチャンネル登録よろしくお願いします。